今日はカルマリロールの使い方を解説するのだ。キャリーはカルマで、ベストアイテムはこんな感じ、他のおすすめアイテムはこんな感じなのだ。この構成はインボーカーを6も発動させるので、カルマにはブルーバフや精進なんかのマナを回復させるアイテムを持たせる必要はないのだ。タンクはシェンで、ベストアイテムはこんな感じ、他のおすすめアイテムはこんな感じなのだ。そしてサブキャリーはハーリで、ベストアイテムはこんな感じ、他のおすすめアイテムはこんな感じなのだ。おすすめのレジェンドは TF。 この構成はアイテムの要求度が高いから、TF で理想アイテムを作っていく方がいいのだ。もしくはマスター E というのも手なのだ。マスター E の場合はステージ4のオーグメントだけ取って、他のオーグメントは無視するのだ。序盤で購入しておいた方がいいユニットはこんな感じ。 C が代理キャリー、 T が代理タンクなのだ。カシオペアを代理キャリーとする場合は、売り買い用にベンチに1枚カシオペアを確保しておくことを忘れないようにするのだ。ステージ2のオーグメントはシルバーとゴールドなら TF のものを取るのだ。プリズムでも TF のものを取ってもいいんだけど、有用なアイテムに変わるまでプリズムのオーグメントが1個死んでる状態で戦うことになるということだけは覚えておいた方がいいのだ。ステージ2の5ではレベルを5に上げて、こんな感じのボードを作るのだ。ステージ2の6では10ゴールドキープするのだ。ステージ3のオーグメントはジュエルロータス、愛の祈り、インボーカーのクレストのような戦力を上げるオーグメントを取るのだ。ステージ3の2ではレベルを6に上げて、こんな感じのボードを作るのだ。ここでは20ゴールドキープするのだ。ステージ4の1ではレベルを7に上げるのだ。上げたら所持金が20ゴールドくらいになるまでリロールして、こんな感じのボードを作るのだ。できればカルマの星には作っておきたいところなのだ。もしカルマがあと1体で星2になる場合は、ちょっと無理してお金を使ってもいいのだ。シェンが引けた場合はこんな感じのボードにするのだ。ステージ4のオーグメントはステージ3の時と同じく戦力を増強するオーグメントを取るといいのだ。ステージ4の5と4の6はレベルを上げた時に入れられるユニットがいるならレベルを8に上げて、こんな感じのボードを作るのだ。ステージ5の1ではレベルを8に上げるようにするのだ。ただカルマの集まりがいい場合はレベル7でスローリロールしてからレベル8に上げることをおすすめするのだ。もしレベルを8に上げた場合はシェンが星2になるまでリロールするのだ。シェンが星2になったらお金を貯め直して、ヘルスがピンチになったらレベルを上げるかリロールするかを選択するのだ。カルマがあと3体くらいで星3になる場合はリロールして、そうじゃないならレベルを上げるのがいいと思うのだ。ライズとアーリが引けたら瀬戸とカシオペアを抜いて、こんな感じのボードにすると強いのだ。そしてもしレベルを9に上げたら、カサンテみたいなユーティリティスキルを持ったディアボのユニットを入れるか、セジュアニを入れてフレヨルドを発動させるといいのだ。以上で進行の解説を終わるのだ。次はポータルとエンブレム、そして組み替えについて解説するのだ。おすすめのポータルはアイオニアのポータル全部山頂なのだ。神柳の森ではベンチにガリオを置いて、代わりにセジュアニを入れるといいのだ。プラシディウム図書館ではインボーカーエンブレムをもらって、ガリオの代わりに入れたセジュアニに持たせるといいのだ。夢見の池はそのまま進行していくことで確実にライズがもらえるポータルで、後半弱いカシオペアを確実に抜くことができて強いのだ。山頂では小型複製機が2個もらえるから、7レベルでカルマを集めてからレベル8に行くのがおすすめなのだ。強豪がいる場合は少し無理してリロールして、カルマをできれば7体最低6体集めれば星3カルマが作れるのだ。逆におすすめしないポータルはチェイスの攻防大学なのだ。TF のステージ2のプリズムオーグメントであるパンドラの箱は、もらったレディアントアイテムを変換している間は何の戦力も上げてくれないオーグメントだし、いいアイテムに変換されるとも限らないから、チェイスの攻防や大学は避けた方がいいのだ。最後にエンブレムの解説なのだ。インボーカーのエンブレムが獲得できた場合はガリオを抜いてセジュアニを入れて、セジュアニに持たせるといいのだ。以上で解説を終わるのだ。もし役に立ったと思ったら、高評価、チャンネル登録、Twitter のフォローと Twitch のフォローをお願いするのだ。役に立たなかったと思ったら、どこが役に立たなかったか教えてほしいのだ。それじゃあ最後に実際のプレイをご覧ください。